2021年楽天、牧田和久投手が、来季の戦力構想から外れました。牧田投手は日本通運から10年、ドラフト2位で西武に入団。1年目から22セーブを挙げ、新人王に輝きました。翌12年からは、先発にも挑戦し、13勝を挙げました。17年、オフに米メジャーのパドレス移籍。19年オフに自由契約となり、2年契約で楽天に加入し、3年ぶりに日本球界へ復帰しました。昨季は、チーム最多の52試合に登板。防御率 2.16、22ホールドを記録し、ブルペンを支えました。今季は17試合に登板し、0勝0敗2ホールド、防御率 3.31。1軍では、9月4日の登板が最後で、翌5日に登録を抹消されて以降、1軍昇格はなかった。その一方で、イースタンリーグでは29試合に登板し、2勝1敗3セーブ、防御率 0.33 と安定した投球を披露しました。1軍でのチャンスには恵まれなかったが、ブレずに2軍で好投を重ねました。牧田投手は戦力外通告を受けるも、12球団合同トライアウトは受験しないことを決断しました。受けないっていう風に決めてました。あくまでもトライアウトが自分の最後の場所だと思ってないので、自分のやってきたものの自信もあるので、と、トレーニングに励みながら、オファーを待つこととなりました。そして TBS 系、プロ野球戦力外通告2021に出演しました。TBS の、プロ野球戦力外通告、とは、戦力外通告を言い渡されたプロ野球選手とその家族が、明日、おつかみどる戦いに密着するドキュメンタリーで、野球を続けられるのか、新しい道に進むのか。あなたの決めた道を全力で応援する、支えてくれる家族の思いを背負い、人生の岐路に立った男たちの運命の結末を描く番組なのです。が、しかし、牧田投手の回は、悲壮感ゼロ、だというコメントが多かったとのことでした。なぜ悲壮感ゼロだったのでしょうか。それでは見てみましょう。物心つくのはいつかわかんないですけど、それまで野球選手でいたいなっていうのもやっぱありましたし、やっぱそういう目標があるんでね。まだここでくじけず、完全燃焼するまでやりたいなっていうふうに思いますね。最近はちょっとお風寝かしつけはさすがにママじゃないとダメなんですよ、ね、自分行くともう全然寝てくれないっていうか、寝るときはママじゃないとね。マッチね、終始笑顔で語る牧田投手。そして見ている視聴者のコメントでは、悲壮感ゼロや、悲壮感が足りないよ、英語教育か。奥さんから見た牧田さんの野球人生ってこうどういったものでした？なんかその結構苦労多いんじゃないですかね。多分自分の思うような結果が出せなくて、悩んだり悔しい気持ちになったり、メンタル的にも落ちた時もあったと思うんですけれども、やっぱり最後までどんなに過酷な環境でも諦めずにやりきる、やり抜く姿に、本当に尊敬しますね。美人すぎる、もうこんな幸せな家庭へって、嫁が可愛くて内容が入ってこない。そして番組は、トライアウトを受けずトレーニングをする様子と、トライアウト終了以降にオファーの電話を待つ牧田投手とその家族の様子に密着しました。すると、仙台から東京への引っ越し準備をしていた牧田投手のもとに、一本の電話が入りました。妻が見守る中、笑顔で電話に応対していたこともあり、現場の期待感は高まったが、電話を終えた牧田投手は、期待しないでくださいね、となぜか苦笑い。なんと、その電話の内容は、翌日に引っ越しのために洗濯機の取り外しを行う業者からの電話だったのでした。まさかの展開にネット上のファンも、オファー来たと思ったー。テレビ的にはナイスリアクション。笑顔くさー。ディレクターありえないっす。そして奥さんは、奥さん爆笑。巻きたけら余裕。悲壮感がなさすぎー。結局巻きたの嫁自慢。結局、期日までにオファーは来なかった牧田投手。今となっては、トライアウト出といてもよかったかなと思います。結果論言ってもしょうがないですが、どこへのトーンは落ちたが、キャンプで呼ばれる可能性もあるし、開幕前ってこともあるだろうし、本当に負けるとしたら開幕まで、と、来季の開幕まで粘り続けることを明かしました。個人的な意見ですが、牧田投手はまだ投げれると思いますし、どこからかオファーがあると思います。
プロ野球はシビアな世界ですね。年齢がいくと首を切られ、高年俸になると首を切られ。皆さんは牧田投手の契約あると思いますか？よかったらチャンネル登録、コメントしていただいたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。